ロレックスを代表するスポーツモデルとして人気の高いサブマリーナ。本品はロレックスサブマリーナのセカンドモデル。初代の REF6204 はカタログ等でしか存在を確認することが難しいモデルで、現存するモデルとしてはこの6205が初期のサブマリーナと言えます。ダイヤルに防水表記はなく、カタログ上では 200M と記載されているなど、ミステリアスなモデルです。リューズガードを持たない初期型のサブマリーナはコレクター垂涎の人気モデルとなっています。次世代機はガードレスの REF6536、 ビッグクラウンの REF6538 はボンドモデルとしても有名。こちらの6204はその全モデルとして大変珍しい激レアな一品となります。ダイヤルはブラックカラー、おなじみの夜光インデックスとメルセデスハンドに初期モデルに見られるサークルラインと特徴的なフェースです。下部にはサブマリーナのレターのみで防水表記はありません。 MFT 表記がないのも初期にごくわずか見られるバリエーションです。ドーム風防リューズは6ミリのプラスクラウンとなっています。搭載ムーブメントはバブルバックの自動巻き CALA260、 ブレスレットはシングルロックの3連リベットブレスが装着されています。入手困難なコレクタブルタイムピースです。コンディション、ダイヤルは経年変化により夜光の焼け灯が見られますが、目立つシミなどはなく良い雰囲気を維持しています。インデックスの夜光はこの年代ですのでラジウム系かと思いますが、同色でクリーム色に変化しています。ハンドはサビが出ています。トリチウムかと思います。ケースはチレと小傷、少し痩せがありますが目立つ打ち傷などはありません。ラグ内部のリファレンスシリアル刻印は確認できます。風防は軽い小傷程度です。ブレスは3連リベットブレス、6プラス6の12コマあります。伸びも少なく、最大 18.5 センチ程度までは対応可能です。操作方法、ベゼルは両方向に回転します。ねじ込みリューズを解除します。ゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。操作後は締め込んでおきます。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は20ミリ、ベゼル径は約37ミリ、縦ラグからラグまで約47ミリ、厚さ約 12.5 ミリです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。